藩長松江城松江藩は、出雲一国、または、おっき国を加えた二国を領有した藩。藩長は、松江城。藩主は、戸様大名の堀尾や、京国家と続き、審判の越前系松平家が、廃藩地権まで支配した。合算と打城、豊臣政権時代、出雲は、三陰道、三陽道9カ国を領していた、もう都市への支配下で、 一族の吉川広家がかつて、天越の居城だった合算と打城を成長として出雲、及び沖の二国を経営していた。慶長五年関ヶ原の戦いの後、毛利家は、須を長と二国に原宝となり、吉川広家も岩国に移された。これにより、とう三国浜松で十二万国を、漁していた。 保尾忠氏が、この前年に隠居して、越前国府中に5万国の隠居料を得ていた父、吉春と共に、改めて、出雲、沖2国24万国で入部、出雲と田藩が立藩した。忠だ氏は、間もなく、慶長9年に27歳で没し、後を継いだ忠春はまだ5歳の幼児だったことから、祖父、吉春が、その貢献として事実上の藩主となった。 吉原は、ガスさんとダジョが山城で不便を感じたため、慶長十二年から足掛け五年をかけて、松江城を築城するとともに、その城下町の建設を行った。慶長十六年に吉原は、松江城に移り、松江藩が成立したが、吉原はこれを見届けると間もなく死去した。忠春は成人したものの男子に恵まれず、寛永十年に十三歳で死去すると、は、 むつぐかえとなったが、堀家が気づいた松江は、以後も政治経済の中心として栄え、今日に至っている。ちなみに、ただ春が死亡し堀尾家のむつぐかえが明確化したとき、その後釜として、三政勝山藩主、森忠政のもとに、出雲、岩見、沖の三カ国への画像天舗の話が浮上する。津山藩では、 藩士を準検させて検討するも、肥沃でない土地も多く含まれていたことから、忠政も当初の力ではなかったが、老中、堺ただ勝より御内証が届けられた、ことによりこの話を受けた。しかし翌寛永11年7月7日、結局、堀家に代わって、寛永11年、若狭小浜藩より、京国忠だが入部した。京国家は、 戦国時代に守護大の天子家に支配権を奪われる、以前の出雲守護であり、孤児に復帰したことになる、24万国の領地に加え、抗議五領の岩見銀山、岩見国に魔軍、大地軍の計4万国を預かることとなった。しかし3年後の寛永14年、忠敬は死去した。死に望み末期用子として、追いの講話を立てたが認められず、改役となった。しかし講話は、 同年、祖先の勲功を理由に、針間達野藩六万国に封じられた。この時点で沖は、抗議御料となった。寛永十五年、結城秀康の三乱、松平直政が十八万六千国で、死難の松本藩より天保した。以後、出雲一国は、越前松、平家の領するところとなった。また、松平家は、抗議御料となった沖一万四千国も預かることに、 なった。藩の財政は、年貢米による収入のみでは立ち行かず、入部当初より苦しかった。このため早くから専売制を敷き、木狼、朝鮮人参、木綿、そして鉄の生産を統制した。特にこの地は、古くから、たたら製鉄やたたら武器によって砂鉄から鉄を生産することが盛んだった。教法11年5代、千忠氏は、田辺、桜井、 糸原の大仙林地主三屋を中心に、組合による独占制度での製鉄を行った、不昧と合した七代、松平春里は、特に有名な藩主である。先代、総広氏の代より、藩政改革に着手していた、過労、朝日、丹波を引き続き起用して、財政再建を推進した結果、完成年間には8万両もの蓄財ができるまでになった。 春里は、犯罪性の好転を機に、かねてからの趣味であった茶道に傾倒して、踏ま入を創設した。名器の収集も行っているが、その目録である、文集増長や、著書、古今名物類樹、そして、瀬戸陶器乱象を上中下館は、茶道研究の重要な資料の一つとなっている。また茶道との絡みで、松江の町は、この頃より、京都、奈良、 金沢と並び和菓子の一大名所となった。茶屋和菓子のみにとどまらず、松江及び出雲地方では、今日でも春里が好んだ庭園や工芸品などが、不昧好好みと呼ばれる一つの銘柄と化しているほどで、ある。しかしその反面、晩年に至っては膨大な散財から、再び犯罪性を傾けることとなった。幕末の松江藩は、政治姿勢が曖昧で、 大政奉還、王政復興後も幕府方、新政府方どっちつかずだったために、新政府の不信を買った。結局は新政府に教順することとなり、慶応4年に始まった、母親戦争では、京都の守備についた。同年、沖を治めていた松江藩の大官が、島民の放棄により放築されるという沖騒動が、起こった。江戸時代中期から頻繁に起こっていた沖での基金への、対処不足、 外国船の来航、上陸に対する無意味作ぶりなどに対する島民の不満が爆発したのである。大韓放築後、沖では自治政府が成立。一旦は松江藩に奪い返されたものの、鳥取藩と新政府の介入により再び自治政府が開かれ、以後は鳥取藩の預かりとなった。明治2年2月25日には、廃藩地県よりも2年早く沖県が誕生している。 松江藩は明治4年の廃藩地権により、松江県となり、その後島根県に編入された。松平家は、明治2年の藩籍奉還と共に家族に列し、明治17年の家族令で伯爵に助釈されている。師藩としては、広瀬藩と母里藩、また一時存在した松江神殿藩がある。藩祖、堀尾義春墓所殿、堀尾忠氏墓所とざ二24万国忠氏 ただ春とざま二十四万国、ただ高審判十八万六千国直政公、流通な近吉当選ただし総広瀬春里再筆差し、再起提案広瀬陣屋石碑広瀬陣屋に残る、土塁と石垣広瀬藩は、松平家時代初期から置かれた松江藩の市藩。かつての出雲の中心地だった、現在の安木市広瀬地区に、広瀬陣屋に藩庁が置かれた。漢文六年。 松平や松江藩書大藩主、松平直政の次男、金坂江が三万国を分与され立藩した。天南二年、金坂江は、越後騒動に加担した罪から治療を半減されたが、上京二年に後千国、元禄七年一万国を加増されて、再び三万国となり、以後十代二百五年間在封した。海江三年、八代、自家館は、 幕府役の金を表され、上司格となっている。明治4年、廃藩置県により、広瀬県となり、同年松江県、母里県、浜田県の一部と合併して、島根県になった。藩主の松平家は、明治2年に家族に列し、明治17年に死者を助釈した。歴代広瀬藩主、編集、松平、越前、イエス三万国、一万五千国、二万国、三万国金。 坂江三万国一万五千国二万国三万国金似金調、金明金輝き近さだただよしじか漢字かよ直美母里藩は松平家時代初期から置かれた松江藩の師藩、江戸時代中期までは神戸藩と呼ばれた。乃木群母里の母里陣屋に藩長が置かれた。漢文六年四月二十九日、松平や松江藩初代藩主、松平直政の三男、 流星が一万国を分与され立反した。この流星の時は倉前死球の内分分地で二代松平忠し球時代の状況元年に所領が確定した。流星には子がなく遠方三年に死去した。死に際に弟松平忠し球を末期用紙に願い出たが認められず一時廃反となったが一ヶ月後に流星の医療一万国が自家級に与えられ、 相続が認められた。三代、松平直院は暗愚で、反省を混乱に陥れている。四代、松平直道は、死死がなかったため、家臣の平山段右衛門が、自身の子を、藩主の楽院と称して、藩の乗っ取りを企てた。しかし本家松江藩の知るところとなり、玉衛門は、死罪となり、直道の弟、直行が五代藩主となった。この頃になると、 犯罪性は急防し、岩見銀山から拝借銀を重ねて自転車操業を繰り返していた。また、三冠の地である母里藩では農業がうまくいかず、主だった産業や特産物も,もなかったため、財政再建の策もなかった。藩主は参勤交代を行わない上布の大名だった。江戸藩邸は今のブラジル大使館付近にあり、対外的な執務は過労のお沼らが、 また国元は、こっからを市川し、かのしらが政務を取り行っていた。明治2年、藩籍放還により母里藩となった後、明治4年の廃藩地権により母里県となり、同年松江県、広瀬県、浜田県の一部と合併して、島根県となった。最後の藩主で、地藩人も務めた松平直おは、明治17年に死者区となっている。歴代母里藩主、 編集、松平、越前、家一万国、流星自家級直院、直道直行自家、高直方自家境、直春直や松江神殿藩は、江戸時代中期に一時あった、松江藩の新田文治による師範、元六十四年、松平や松江藩二貝、綱高の逸を、金県が一万国を分与され立藩した。近県は、宝永元年兄で三代松江藩主、綱金の養子となり、 本家を相続して4代、義徹ととなったため、所領は松江藩に還付され、廃藩となった。ありがとうございます。